楽器を持たない6人組パンクバンド、ビッシュによる、次なるビッシュを作るオーディション番組、ビッシュザネクスト、日本テレビ系、毎週土曜14時30分、関東ローカルは4月8日より放送スタート。Hulu では同日15時、続編配信され、未公開映像特別版も公開される。ビッシュ、ビッシュザネクスト、放送決定人気絶頂の中、ビッシュはなぜ解散するのか。その答えは、ロックだから、ビッシュの6人を発掘したワック代表渡辺淳之介は、そう答えた。バル、そして渡辺淳之介の提案でスタートすることになった、第2のビッシュオーディション。6人は涙と憤りを隠すことはなかった。今度は、日本語を話せれば、全人類応募か、だという。果たして、ビッシュはどんな、第二のビッシュ、を作ることになるのか。千と千尋チッチ、思い返せば私たちはいつだって、行かなくちゃ、と歌い続けてきました。始まりがあれば終わりがあって出会いの先にやがて別れが訪れて受け止めきれない感情の海に漂う日もあるけれど。私たちが人生をかけて愛して育ててきたビッシュに新しく命が宿り巡っていくことはとてもとても幸せなことです。全力で見届けます。何卒、アイナジエンド、ビッシュは命を削れる青春です。拾ってもらっていなかったらきっと廃れていたんじゃないかと思います。だからといって第二のビッシュのことまで口出しする権利はないのかもしれないけれど自分にできることがあったなら精一杯やらせてもらいたいと思っています。素敵な子たちの集まりになりそうで、とてもワクワクしています。お楽しみに。バル、モモコ組カンパニー、ビッシュが解散して、物理的には離れ離れになってしまう私たちビッシュメンバーと渡辺さんが何かを共同でできるということは、とても幸せなことだと思います。その機会を与えてくれたネクストグループに感謝しながら、私たちも真剣に取り組みたいと思っています。まだ未知なグループですが、ビッシュという名前で集まってくれた候補者たちの中から選ばれた子たちがどんな化学反応を起こすのか私も楽しみにしています。箸休め敦子、ビッシュってなんだろう。第二のビッシュとは、日本語を話せれば、全人類応募か、という、想像できない未来に少し不安を持ちながら審査員としてたくさんの書類、時には面接をさせていただきました。しかしそんな不安はすぐに消えました。強い意志や熱い気持ちを持つ夢見る子たち、共にぶつかることで少しずつ目の色が変わっていく姿、ビッシュザネクスト、次の物語の始まりをぜひご覧ください。